今回は小説版にテアスランズゴックの名称判明に対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。アメージングズゴック、アメージングズゴック、ただのズゴックではなかったのか。さすがに誤植じゃないか。マイキといい、やっぱりクーガじゃないか。やっぱ嫁が好きだったクーガネタなのかな。アメージングマイティライジングはもろもろが合体するとアメージングになるそう。ストライクがエールストライクになるようなもの。ちなみにキャバリアーがルージュと合体した時はアメージングストライクルージュだそうだ。ルージュがアメージングルージュになるってどこぞの説明であったから、当然ズゴックはそうなる。キャバリアー装備だと頭にアメージングがつくのね。名人川口がいるのか。ビルドの同盟の機体とかは知らなかったのかな森田。一字一句同じ名前のやつが存在することで以来ややこしいことに。どういうことだよ名人。ズゴック初代、ズゴック種自由、アメージングズゴックビルドファイターズ、アメージング種自由。もう完璧にビルドシリーズじゃん。世界観的には原点からそのまま名前を拝借したことになった名人に悲しい現在。アメージングって単語をビルドが独占できるわけないから使うのはいいけど、ズゴックはまずい。ビルド世界が2030年くらいの設定だから、セイクンシードフリーダムに脳を焼かれたんだろうなって。名人のやつは宇宙世紀版のアメージングズゴックということか。ややこしさがすごい。なあこれ立体化来ないの別の理由も絡んでこねえか。アスラン専用モビルスーツ商品名。商品としてはルージュにアメージングなキャバリアーつけてズゴックにも使えるぞ。でアメージングかぶりは避けられるな。シードにも名人いるんじゃないの。次はアメージングストライクフリーダム二式だな。名人ターミナル所属の技術者結城達也がいるだろ。ビルドシリーズでもスターシステムやってたからいけるのか。ガンプラは自由だってそういう。初登場からずっと衝撃的なネタ提供してくるのなんなんだこいつ。もうこの流れで HGBF のアメージングズゴックを再販しろ。確かにアメージングな活躍したからいいよね。本当はキャバリアーも装備しての登録名だったけど、受付にガンプラじゃねえだろって破壊されたんだろうか。極度に発達したガンダムシードはドラグナーと見分けがつかない。これってキャバリアーつけたズゴックがアメージングズゴックであって、ズゴックそのものの名前はズゴックでいいんだよね。映画の公式サイトでもズゴックはズゴックだからそうだよ。リフター付き矢印ズゴック。キャバリアー付き矢印アメージングズゴック。中からジャスティスが出てくるギミックはいらないから、ズゴックプラスキャバリアーは欲しい。キャバリアー付きルージュデュエルブリッツなどの有用パーツありの新バージョンとか出して欲しいね。そしてその空張りでエールストライクとかも欲しい。ただのズゴック名義でも被るから、結局プラも出すなら何か出す必要あるよね。アメージングは至って一般的な形容詞ですが、適切すぎる形容詞。アメージングズゴック GM の逆襲、アメージングズゴックフリーダム。確かストフリも輸送中にキャバリアーつけてたような。アメージングストライクフリーダムとアメージングズゴックでキラとアスランの機体が揃っていたということか。イオリ星と名人川口がシードフリーダムをよくリピートしていたのは知っているな。フリーダムを見て大興奮した名人は腕改造 UC ズゴックに本家キャバリアーを装着し、受付に提出した。中にジェスティスがいないのでダメです。ガンプラじゃない追加パーツはちょっと。逆説的に中から何も出てこない名人のズゴックには心底がっかりしたやつがいたことになるな。セイ君がクソで固め息つくのはわかる。そしてドムへと続く。そういや UC 機体の中に新型ってのはビルドトライでドムでやってたな。名人でもズゴックの中にジェスティス収めるのは無理だったか。イオリセイは激怒した。必ずかの複雑怪奇なズゴックを再現しなければならぬと決意した。そうして生まれたのがお前よ、ビルドバーニングエリドーム。ビルドの方のアメージングは新機能で大好きなんだけど、本体がそのままだからディテールアップさせたかったところはあったんだよな。変わったの内部の股関節とかだったしな。
これあれじゃん、キャバリアーと名人腕両方つけた種地流神アメージングズゴック出るやつじゃん。圧外がビルドで使われてたから避けたのに結局かぶってしまったな。ズゴックがここまでの大人気期待になるとは思わなかったよ。元から水泳部じゃ人気高かった方だったろ。プラモ出すときにウィングゼロ見たく表記がめんどくなっちまうって思ったけど、ジャスティス内蔵ギミックが解決しない限りは出ないから平気か。側だけ出せばいいじゃん。MG ならともかく HG でバーチェみたいに別売りになるのはほぼ確定でしょう。リフター付きの2式は6月に発売するから年末あたりにキャバリアー付きすごく来るな。マイティフリーダムにキャバリアー乗せたらアメージングマイティってこと？アメージングエクシアもまさか。つまりアメージングズゴックが？アメージングがゲシュタルト崩壊を起こすわ。しかしズゴック自体が本当に存在するかあくまで偽装用なのかは謎のままだな。アッシュの流れでズゴックが実際にあっても名前以外は違和感はないんだよな。キャバリアーはさすがにドラグナーすぎるよなと思った名人がズゴック部分単体でモビルスーツとして使えるように作ったのが名人版アメージングズゴックってこと？後付けでセイ君も名人もこいつに脳を焼かれたことになるのほんとひどい。時が未来に進むと誰が決めたんだ。キャバリアーセットのズゴックは多分出ないから商品名としてのアメージングズゴックは GM の逆襲版しかないってことになりそう。アメージングズゴックにキャバリアー装着させてアメージングズゴックに？アルティメットズゴックでよくない？名人川口が作るアメージングズゴックが楽しみだな。監督がズゴックよりズゴックが被ってるキャバリアーの方がヤバいんですけどねって言ってたけど本当にヤバいやつじゃん。行事性パリキ通信鏡写しの関係に紐付けされた2つの用紙がどれだけ距離が離れていても全く同じ振る舞いをすることを利用した通信によって大気圏上層から月面までタイムラグの発生しない速度とモビルスーツの代理操作が可能な通信量強度を擁立する。光レーザー通信だと 1.31 光秒イコール各ゲーでいう69フレームのタイムラグが発生する。現代の電波通信は N ジャマーによって阻害されそもそも使えない。上の特殊な量子長距離通信でオーブ連合主張国の行政府と軍総司令部と各国へのホットラインを備え、事実上のオーブ連合主張国の政府機能の全てを代行できる。高性能ミラージュコロイドステルスと砲撃能力を持ち、複数名の長距離居住生活が可能。暁を超えるオーブの最高機密兵器。想像以上にヤバいやつだったキャバリアー君。やっぱやたの鏡よりミラコロだよな。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。